とぼけるな。また俺たちを生贄にしようって言うんだろ。我々は今までずっと玉よりの者が定めた規則に従ってきた。鬼切り丸が解放されれば世界が終わる。それを知っていたからあなたの言いなりに生贄を捧げてきた。しかしこれはやりすぎでしょう。村人全員が奇妙な化け物によってここに連れてこられた。眠ったまま目を覚まさない者は増え、おそらくこのまま行けば我々すべてが眠りにつく。我々に何の相談もなく我々全員を生贄にしようとは。お前ら何を言ってる。一月前、天役寮の一瀬という男が来て我々に話したのです。玉より姫が原因でこの村は全滅すると。もし奇怪な現象が起き目の前に玉より姫が現れたらそれを捕らえようとも言われておる。で、あんたら全員何の疑いもなくそんな話を信じてるわけだ。ふざけんな！俺たちがここまで追い込まれたのはあんたらを助けるために戦ったからだ。その戦いのおかげで大切な仲間がもう何人も倒れてんだよ。それを大切な人が倒れて悲しむって何よ。この村に生贄の儀式があったって本当なの？村の人に聞いたの。1年前私のお父さんは神隠しにあったんじゃなくて、玉より姫が行う生贄の儀式によって死んだんだって。義を執り行っていた者。あなたが私のお父さんを殺したの？はい。どうしてそんなこと。
根拠はあるのかね。こいつは今までだってどんな困難な状況も何とかしてきた。保証する。見栄の儀だってみんなが仕方ないと思っていたものをおかしいと言い続けた。こいつには俺たちにはない強さがある。今度だって何とかする。俺も全力でこいつを守る。命を懸ける。これじゃ不満か。一つしかないだろう。鏡の力で陰の世界に来たなら鏡の力で元の世界に戻って、イッセを倒して鏡を手に入れて、こんな馬鹿げたことはさっさと終わりにする。無駄だろう。この間と同じ結果になるのは目に見えてる。じゃあ他にいい考えでもあるのかよ。ねえよ。だがお前のやり方は無謀だってことは分かりきってる。じゃあどうすんだ。このまま世界が終わるまで待ってるのか。少なくともあんな自分勝手な村の奴らのために命を張ろうとは思わねえ。村の奴らに罪はねえだろ。じゃあ勝ち目のない戦いをして自滅しろっていうのか。もっとよく考えろ。このままだと村の奴らは全滅するんだ。考える時間なんてねえんだよ。だったらあんな奴ら見殺しにすればいい。冷やしてくる。探しに言ってあげてください。私たちにはもうお互いしか支え合う人がいないんです。バラバラになってしまったらきっと私たちはダメになってしまいます。だから言ってあげてください。誰のためでもなく、あなた自身のために。
あなたは私を救ってくれました。私は平気です。あなたのそばで戦えるなら、その先にどんな結末が待っていても。行ってらっしゃいませ。なんでついてくるんだ。行きたいところがあるんだ。お前も来るか。少し遠いけど、いいか。じゃあ、行くか。さっきは怒鳴ったりして悪かった。クタにも悪いが、半分は俺が悪い。いろんなことが起こりすぎて余裕がないんだ。お前強くなったよな。いつだってそうだ。土壇場になってもうどうしようもなくなったとき、一番前に立ってるのはお前なんだよ。守護者が守られてどうすんだかな。行ってみればわかる。もうすぐだ。わからない。でもなんかこう、ここにいると気分が落ち着かないか。先輩たちも知らない場所だ。森の様子とか見てればわかるんだけどな。俺以外誰も踏み入れたことのない場所だと。もしお前に何かあったとき、ここに逃げてこられるように。俺も一緒だ。何かあったらここに来る。昔から嫌な予感だけはよく当たるんだよ。小さな頃も
真宙先輩なんかが遊びに来るとなんかこう胸の奥でこれやばいぞみたいな感が働く。うまく言えねえけど、不安にさせたいわけじゃない。どんなことがあってもまた会えるって言いたいんだ。約束する。何があってもこの手を離す気はない。絶対に一緒にいる。別れてもまたここで会う。世界の終わりとか村の奴らの言い分とか玉よりが犯してきた罪とかそんなことはどうでもいいんだ。ただこの手は離さない。この手のぬくもりは絶対に失わせない。この先どんな戦いがあったって、どんな辛いことがあったって、お前を守るためなら俺は負けない。絶対だ。やっとお目覚めか。ずいぶん眠ってやがったな。別に。なんでもねえよ。さっきまで喧嘩してたんです。分かってるよ。賛成だな。お前が言うなら従ってやるよ。お手伝いさせていただきます。でも実際どうやって。そうだな、力の差は悔しいがどうにもならない。追われて戦う羽目になる。あの一瀬とかいうやつやたらしつこそうだからな。